ワキワキワッキー、森の都のカプセリスト、ワッキー貝山がお送りしますガチャ動画。今回はですね、こちら山形県は新庄駅にやってまいりました。 FM 山形マジフラのファニーガチャ特別企画ということで、相方来てますね。相方はい、登場です。お願いします。じゃじゃじゃーん。あ、いちかちゃん、ちょテンション低いんじゃない？もう一回。え、テンション高めに来たぜ。お願いします。ホックスダンス、ホックスダンス、ホックスダンス。なんでよ。ちょっと周りちょっと見てるんだよね。なれないの。あ、そうですかね。しょうがないの、マイクついてないから声張らないとね。はい、今日はですね、最上大産業祭りというのがありまして、それの MC をする前なんで、まだこんな雰囲気なんですけども、そのイベントをする前にですね、めんこいこだ。奥にね、みちかちゃん、ちょっと我々頑張って等身大パネルの写真撮ったじゃないですか、はい、それとこの新庄のオリジナルの、うん、駅名プレートガチャったんですよ。それをね、ちょっと今から回しに行こうかと。いきますよ。えいえい、おお、こんなのやってないですよね。じゃあそば行きましょう。そば行くね。何恥ずかしがってんの。なんかすごい響いてるから。いやいや、しょうがない。ないんで。控えめなんで。控えめ。まあそうね。俺も実は控えめ、ね。まずガチャの前に等身大パネル行きますか。ね。みちかちゃん、ほら。やっちゃいますよ、ほら。すごいね、すごいね。ちょっとみちかちゃんの、ほら、さあ、ニキビまで鮮明に映ってる。本当に一生懸命ファンデーションでごまかしたのにね。肌荒れしてた時だったから。ねえ、何、食生活荒れてた。あ、そっか。大変だったんですね。今大丈夫ですよ、完璧。大丈夫ですよ。で、僕です。あ、違う、駅長だわ。もう駅長も満面だ。もう少しひげ剃ればよかったっすよ。でも僕はもう全然、僕はもうクレームなし。安定じゃないですか。安定ですよ。しかも今蹴っ飛ばしましたしね。どっちが本物？こっち。いやいやいや、さっきね、地元の高校生がこのね、実はね、体幹をね、よりよく使うですね、ワッキーポーズをしてね、映ってたのよ。嬉しいよね。これ駅長に直談判しましてですね、はい、一応2022年の今年いっぱいはパネル置いてもらって。お、今年いっぱい、やったね。だから新庄駅に来ると一応ね、毎回出してくれますかね。たまにはこうひっくり返ってもらえばありますけどね。あるのかな。そうですよ、画鋲はダメよ、画鋲ね。はい、よろしくお願いします。さあ、ということでこのね、YouTuber のガチャを紹介するコーナーなんで、こちらですよ。すごくないですか、これ、ほら。そっちから行く？そっちから、ね、このマジフラ缶バッジもね、ちょっと長めに置いてもらおうって今直談判しましたんで。これほら、マジフラ缶バッジガチャね。え、これはい、まあ、俺が設置したわけじゃないんで、ハズレもあるんですかね。ちょっと開けて、見ない、壊すとこだった。あ、ぼっち、どういうこれ、私もらっていいんですか。じゃあ、あ、いいよ、自分ですか。え、何、まず何が入ってるの。お、え、いや、いいじゃない。ちょっとこれやばいね。最上大産業祭りの何個入ってんだろう。え、もっと欲しい。そうね、これめっちゃ可愛くない。可愛いね。あ、これいいじゃん。またちょっと違うバージョンだ。全然ピンタマネ、ね、あ、よかったね。あとは、これ開くとき大変ですね。お、え、え、ちょっと非売品のマジフラステッカーがバッチと込みで100円。これサインない。これはね、実はですね、イベントとか今後あると思うんで、その時に持ってきてもらうと自動的に我々がサインをすると。なるほど。あと今日来てないですけどね、福田アナウンサーのサインもビリッてやらないように。いや、でもちょっとお得じゃない、これ。え、これ私もうちょい欲しい缶バッジ。いや、すみません、後からしてもらっていいですか。他にもあるのかな、種類。ちょっともう一回ぐらいある。 あるちょっと、ここだけで一本作れるよ。いやいや、何ハマってんすか。来た来たぞ。ないつものコーナーよりも回し方が上手くなってきたね。どう、うおっ。
もう来た、自分が当たりました。うわ、え、何、一人バージョンもあんのこれ、すごいねこれ、やばやば、やこれやった方がいいよ、おはよう、リスナーさんに声かけるこれやった方がいいよ、やった方がいいねこれ、ちょっとごめんなさい急にリスナーさんに声、ただこれもしかしてハズレとしては僕一人のバージョンもある、誰がハズレ、誰がハズレやねん、ちょっとリスナーさんにちょっと回してもらって、何当たるかやってもらったらいいじゃん、やって、やってやって今 YouTube 撮ってるから手元だけ OK だったら、これ1回100円、100円玉だ、100円玉5枚って書いてるけど100円でいいですね、100円でいいですか、お、リスナーさん、お名前言ってるいいんだったら言ってください、あの、翔太です、じゃあ、いいですか、なんだか出てる、いいっすよ、はい、なになになに、みちかの、おぉ、なかなかあげらんねっす、あげらん、そう、あげらんねっす、今みちかもボロボロになって、なかなかあげらんねっすねちょっと、なかなかあげらんねっすね、俺、そう、いじっちゃいけない、センシティブな部分かなと思ってさ、なかなかあげらんねっすね、ナプレなあ、あげますか私、うん、いいで、ビリってやっから、あー、わー、やっちまった、で、シールなんで大丈夫ですよ、大丈夫か、やっちまった、マジフラー、おー、出ました、すごいですね、こいつ、なんかマジブラとかなんか 2,3 個あって面白い待って、これマジスラ、何、もしかしたら、うん、何ですか、ワッキーさんのピン入ってないかもしれないおいおい、ちょっと、じゃあちょっとワッキー出してこれでわかりますね、これでわかるね、うん、あれ、あ、ワッキーだ、えっ、お前ちょっと呼び捨てあれワッキーだっお、俺だけほら、俺だね、ほらちょっと、当たりじゃねえこれ、やばくね、激アツだね、あんま嬉しく思ってちょっとリアクションが取れないね、顔出し NG なんで、そんなことないっすよ、これ、あ、じゃあ、よかったですね、いや、そんな、淡白に、はい、ちょっと嬉しいっすよ、ワキさんも、レアだ、レアレアレア、いや、でも可愛いよね、自分で言うんだってはい、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあちょっとご出演、すいません、もうこれこのままアップしますからね、はい、で、みちか、ここよ、ここ、これリクー当選カプセルはいいですよ、これリクー当選の奥の細道湯煙ラインって、これ鉄のプレート、はい、チャンネル登録よろしくお願いします、グッドボタンやコメント、さらには僕のガチャガチャのコレクションからリクエスト、そしてエモいレトロガチャガチャ、そしてお店ならではの、これね、駅ならではのオリジナルガチャガチャなんかありましたら、情報コメント欄にてお待ちしてます、それでは、みちかがいるのウケる、この画面上に、あ、ここにね、あ、ごめんごめん、どこ指差し、じゃあ一応このここに行くか、ここな、最後な、はい、じゃあみちか、はい、じゃあそれではまた次回、JR の職員さん見てます恥ずかしい